ずっと子供がついてきてます。はい、ナマステ。こっち側で行けるんじゃね、こっち側で行けるんじゃねって歩き回っとったらマジで迷った。サンタナゲストハウスにやってきましたが、実はロックダウンからお客さんが一人も入ってなくて、僕が一人目のお客さんだったそうです。はい、こんばんは、シシーです。現在ニューデリーのメインバザールに来てます。今から日本の1万円をインドで1時間以内に使い切れるかっていうチャレンジをしたいと思います。今日カメラを持ってきてもらってるのはミスターサクティ彼は日本が好きなインド人の方なんですけど、今日泊まってる日本人宿のサンタナゲストハウスで知り合いました。ちょっとここから音うるさいと思いますけど気をつけてください。じゃあ行ってきます。先ほど ATM の方で1万円分の、お金、1万円だったらだいたい6600円から7000ルピーなんで、一応7000ルピー下ろしてきました。これを今から1時間以内で使い切りたいと思います。タイムリミット6時55分まで。じゃあ行ってきます。ただインドに来て4日目、インドならではの猛烈な腹痛に襲われております。お腹壊してます。だから最初はまずは胃薬を買わなければいけません。僕ずっと歯ブラシ、歯磨き粉、成田空港出るときに取られてから使ってなかったんで買いました。そして次ボディーソープ、僕ずっとお湯でしか体洗えてませんでした。やっと買えた。じゃあ今から次はパンツ買いに行きます。ごいね。いつのホギア200200200200 OK。 200円のやつが100円に下げてくれました。 Thank you。 まさかの半額以下に下げてくれるっていう、しかも1万円チャレンジ中ですけど、これ下げてたら全然僕にとってメリットないんですけど、けどやっぱり値下げして。メインバザールはこんな感じのところです。すげえネオンが輝いてる。シャイニーネオン。じゃあ次マンゴーラッシュ、ちょっと喉乾いたんでマンゴーラッシュ買いたいと思います。マンゴーラッシュエクエストに来てください。わーお Thank you。ありがとうございます。Thank you。 いや、乾杯乾杯、今乾杯。なんか中にナッツが入っててすごい甘い、なんだろう、バニラみたいな味します。なんか今このサクティがここメインバザールよりももっといいところがあるって言ってるんで、一応20分かかるらしいんですけど、地下鉄で移動したいと思います。今から初のインドの地下鉄乗ります。すげえ、なんかまともな駅になってる。中はこんな感じ。日本の山手線とかとすっごい似てます。これは150ルピーのカードを買えば、パスモとかイゴカとかあんな風にタッチ式で使えます。僕がサクティを急がせすぎたためにサクティが店間違えました。どんまい。日本の満員電車みたいにすごいたくさん人が乗ってます。すごい、インドもなんか左側通行みたいな文化がある。やっぱりちょっとインド進化してますね。
もう6時48分になってました。電車で移動してたらやばい、55分タイムリミットそう、びっくり。さあ急ぎます。ちょっとあーすいません、ちょうど1時間経っちゃいました。なのでルール変更、2時間にします。今から1時間以内に残り多分6000円分ぐらい残ってるんで使い切りたいと思います。 OK、 レッツゴー。今路上の靴屋さんに来たんですけど、ずっとサクティがヒンディ語で交渉してくれるからすっごい楽。 Thank you サクティ。このナイキがちょっと小さすぎて履ききれなくて迷ってます。ここの靴屋さんは全部、350ルピーだそうです。この靴に決めました。まだですね、6000円分ぐらい余ってるからちょっと急がないと。ほら、クラファンのリターンで出してた YouTube の1万円企画で使ったものを受け取れる権利ということで、この分は、小麦の奴隷大学店さんの伊藤さんにお渡しする分のマスク購入します。じゃあマスク5個買いたいと思います。伊藤さんに向けてインドから送ります。さあ次行きます。じゃあ次クラファンリターンの、1万円かけて買ったものタットに送ろうと思います。一番元気のいいやつタットに送る。じゃあ最後クラファンリターンのウイリ君、鹿児島出身の方なんでちょっと寒いところじゃないかもしれないけどマフラー買いたいと思います。じゃあこれウィリ君用に買います。神様の中で多分最も偉いとされているのがシバのはず。このシバを、YouTube のサブスクライバーさんのために買いたいと思います。ぜひコメントください。緑ガネーシャを買って、もしくは、クラファンリターンの時に3人の方にご支援いただいたので、その3名の方には選んでいただこうと思います。どれがいいですかって。で、残ったものを YouTube のサブスクライバーさんにプレゼントしたいと思いますので、ぜひ YouTube の登録ボタンと、コメントください。はい、ということで2時間に伸ばして頑張ってみましたが、タイムリミット迎えました。頑張って1時間で1万円使い切ろうと思ったけど全然できなくて、さらに2時間でも全くできませんでした。ちょっとインドが安すぎるのかな。もうずっとこんな感じで客引きが声かけてきます。結構ね、インドの街中歩いてると足がない人とか、あと目が焼かれてる人とか、結構たくさん見ますね。本当に街を歩くだけで文化の違い体感できるのが旅のいいところ。もうちょっと時間過ぎちゃってるんですけど、最後に YouTube のサブスクライバー登録者の方のために iPhone 13 Pro 買いたいと思います。これをもし欲しい方は僕の YouTube に登録してる方で、さらにこの動画にコメントくださった方で僕が抽選で選ばせていただこうと思います。偶然僕、私 iPhone 13 Pro 使ってるよって方ぜひコメントください。あと僕まだ5000ルピーも持ってました。だから多分この2時間で使い切れたのがたった2000ルピー。他の YouTuber さんどうやってんだろうと思ったら、多分彼らインドではやってないかな。インドでちょっと安すぎて無理でした。なんでこれから今から一緒にご飯食べに行って、そこでお金使って終わろうと思います。お金は大切に使おうということが、ということが今日の教訓でした。ではでは。サブウェイにやってきました。最終的にたくさんこのグッズ買いましたけど、一番高かったのはこのサブウェイっていう、このサブウェイがだいたい500ルピーぐらいなので、こいつが525、750円ぐらいでこのセット食べます。最終的な結果として
4000ルピーと、まあ、2000ルピーと、ハンドル6200ルピーだから6ルピーが6620、まだ僕多分1000円ぐらいしか使えてません。多分今計算したら多分1000円ぐらいしか使えてない。ちょっと難しかったです。そのインドのこのストリートのマーケットちょっと安すぎたんで、また次回インドに慣れてか、インドの物価に慣れてから、また次回チャレンジしたいと思います。その残ったお金はスタッフが美味しくいただきました。一緒に写真撮ってたらめちゃめちゃ人が寄ってきた。今こうやってスマホ持って iPhone 持って YouTube 撮ってたら、わざわざ警察の人が呼び止めて隠れて、